何度も言われることになります。長丁場お付き合いいただきありがとうございます。まあ、これまでもいい試合だったんですけど、決勝もかなりいい試合が見れると思うんで、最後まで盛り上がっていきましょう。はい、じゃあ、決勝のチームはじゃんけん今やってるところ終わった。菅ナンバー、菅ナンバーと、板前決勝戦。人間の間違いだったんですけど、まあ、広さ板間がちょっとやりすぎたんじゃないかなってね。広前までだったら人間だったんですけどね。まあさすがにやらかしすぎたかなと。そのワンピー側が、広崎、コナン椿、鉄尾の他か、うどん狭間と。そして 2P 側、スゲバンダから来ましたですね。こちらは坂本龍馬、ラグナ、ケイジン、そしてサクソン・ソロカカといった、構成ですね。さあ、乾新勝敗も決勝決まりました。先頭は誰が行くのか、やはりコナン椿、そして坂本龍馬。さあこの組み合わせ、椿がどこまで頑張れるか。さあ第2新勝敗決勝先鋒戦。さあまずはコナンが仕掛けに行く。さあぶっ放して足に押し込む。さあダウン奪って押し出せ、打撃としてダッシュ投げ。さあこれにはバッテンがついて、さあもう一丁投げて、そして緩急をつけてサーフを打っていく。コナンがノリノリ。さあまずは先鋒戦ラウンドを取ったのコナン椿。ってかわって距離を取る。そして前に出るのはやはりこのコナン椿、ラギナを圧倒している。上から行って、さあこれインフェのディバイダー、ジャンプ逃げは許さない。さあグー投げ一点読み、これを通してさあ逆サイに運ぶ。さあ起き上がり、しゃがみビアバグするかしていく。さあ確認して、さあこれマスト画面端画面で、これはどこまで減らないか。さあしかし1個で早めにバーストを選択。さあ走り足渡らず、さあ中段これが通って体力はほぼゴム。さあ亀足、1個あるぞ、上から行く。さあ1着量持って8ビーに剣を刺していく。
勝では 神がかったガードを見せたこの男。さあ決勝はどういった動きを見せるか。さあしかし中断が通ってしまう。椿のこの細かい攻め。さあそしてここでこれは減るんじゃないか。3800
なんかよくわかんないけど勝っちゃいましたまあでもなんか、まあ、桑木、まあ、弱い弱い言われてるし俺も弱いと思うけど、まあ、多分ノエルとハサマ以外は大丈夫だと思って、で今日ノエルとハサマ以外負けあプラッチャー負けちゃったけど、で後ろの2人がそこ拾ってくれたんで今日はちゃんとしっかりやって勝ったかな。ちょ緊張するから嫌だこういうの。何か変わってるの助けて。あ、ほんと。あ、でもなんかこの前あ、なんかどうすればいいんだろう。どうすればいいんだろう。あ、優勝勝ったわ。わーい。勝ったわ。あ、なんかちょっと、まあ、ちょっと優勝見て嬉しい。本当ありがとうございました。おめでとうございます。というわけでチームの代表の小川選手からもコメントをいただきました。で、このチームは写真撮影とかあるんでもう撮ってますね。じゃあ、トーマス、じゃあ写真しましょうか。じゃあレタン、今日の取材って一言何かいただけますか。あ、はい、あ、どうもレンです。すいません、ちょっとカメラを、はい、すいません、今日は集まっていただき本当にありがとうございました。こんなに来てくれると本当に思ってなかったです。ブルレボの、抽選会からこの大会が始まって、なんていうかそのみんなの、ブレイブルーの愛というかそういうのをすごい感じました。すいません、こんな声なんですけども、すごく嬉しいです。本当に今日来てくれた皆さん、そして配信ずっと長い間見てくれてた皆さん本当にありがとうございました。そしてお疲れ様でした。今日はありがとうございます。ありがとうございます。はい、というわけで、はい、ありがとうございました。ではですね、今の時刻はもうすでに10時13分になりました。いや、皆さん本当にお疲れ様でした。ですよね、とりあえずあくまでさっき言いましたがこの大会はプレ大会オープニングなので本番は来週からです。来週から始まる、ブレイブルーの、大会サミットブレイブルーが予定、来週まず南越谷ビッグバン様から、始まります。でですね、今日さっきレンさんが言ってくれましたけども本当に僕たちブレイブルーが好きな人たちがこういう風にブレイブルーで盛り上がってくれるのが本当に嬉しいんで、今日は本当にいろいろと手際が悪くて申し訳なかったですけども、皆さんがこれを来ていただいてしかも最後まで残ってくれて本当に嬉しかったです。でまたこういう機会があったら今度はしっかり反省を生かして皆さんが快適に楽しめるように頑張りたいと思いますので、ぜひまた機会があったら、新宿スクールタウンの本館もよろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございます。さあ、というわけで、第2の設定を残しまして、ひとまず、今回の大会はお開きにしたいと思います。じゃあ、はい、お疲れ様でした。これで次の石井一郎杯、大会の方は締めくくらせていただきます。はい、じゃあ配信の方ももうそろそろ締める感じという感じでいいですか。はい、それでは配信の方もこんな感じで終わりますので、はい、会場に来てくれた皆さん本当ありがとうございました。そして見てくれた皆さんみんなありがとうございます。それでは配信を失礼させていただきます。お疲れ様でした。